皆さんこんにちは。今日はですね、こちら名古屋市東区の大曽根駅の方に来ています。こちらの大曽根駅なんですけれども、今ね、こちら右手側に見えますように JR 大曽根駅ということで、 JR 中央線、そしてね、今ね、北中央線と、あと名鉄瀬戸線ということで、名鉄線、さらに、目の前にね、あの地下のマークが見えてると思うんですけれども、地下鉄名城線の大曽根駅ということで、3路線入ってくる結構ね大きい駅となっています。そしてもう一本入ってくるのが、こちら目の前に見えていますユトリートラインということで、このねユトリートラインっていうのが、あのなんかね、電車というかなんというか、すごいね面白い路線ということで、今回はね特集をしてみようということで、こちらの大曽根駅の方に来ています。ではね、こちらのユトリートラインの方に乗っていくということで、今回は動画をお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、こちらのねユトリートラインなんですけれども、左で、ね、見てわかると思うんですが、 JR の高さがこれぐらいだったら、JR とかよりもね、もっと高いところをね、今回ね、走っている列車ということになっているわけですね。で、こちらね、目の前の駅のところなんですけれども、制限解除のね、標識があるので、まあ、いかにもね、列車のね、その設備のね、それということになっているわけですね。で、まだね、面白いのは、このね、架線がね、ついてないんですよね。このね、都心部というか、名古屋のね、中心部なのに、あっちと違ってね、架線がないということで、すごいね、ディーゼルカーがじゃあね、走ってるのかという感じなんですよね。で、こちらのユートリートラインなんですけれども、大曽根駅ってことで、このね、Y01 っていう、ユートリートラインの Y なんですけれども、あの、線路のね、ナンバリングがされてるということになっています。で、これね、高いところって言ったお話をした通り、なんとね、3階部分に、このね、列車はね、乗っていくところがあるということで、上がっていきたいと思います。こちら2階部分っていうのが、この駅事務所ということになっていて、このね、フォントは全部あれですね、名古屋市営のフォントなんですよね。で、こちらにね、事務所があるっていうことになっています。乗り場がこっち側で、出口がね、こっち側ということで、今はね、稼働してないみたいなんですけれども、朝ラッシュ時とかはね、稼働して、ここでね、改札を行ったりもするんじゃないのかなというふうに思われます。で、今回のこちら、ユトリートラインなんですけれども、今手前にある大曽根駅が起点ですね。大曽根からこちら、小畑緑地までが、どうやらね、ナンバーが振ってあって、小畑緑地から先が構造寺ですね。JR と愛知環状鉄道のある構造寺までこの列車は行くということなんですけれども、どうやらね、小畑緑地までしかこのね、番号が振られてないということで、なんかね、ここにね、違いがあるのかなっていうところがあるわけですよね。で、まあね、終点の構造寺まで乗ると440円なんで、多分ね、大曽根から構造寺に行く場合は JR の方が安いのかなという感じではありますね。で、ただね、まあこの名古屋ドーム前やだっていうね、名古屋ドームを通るので、ここがね、料金は地下鉄と同じなんで、便利かなっていったところにはなっています。で、このダイヤなんですけれども、小畑緑地方面っていうことで、だいたいね、10分に1本ぐらいの列車というか、本数になっているみたいです。で、うちね、構造寺に行くのは30分に1本で、ちょっとね、本数が少ないので、それはね、注意が必要と。基本的には、中志田見行きっていうのが多いと。中志田見っていうのはここですね。この途中の区間ですね。大曽根から行って、この番号が振られていない部分の途中の中志田見っていうのが多いみたいですね。で、これで、ただその、ダイヤっていうか一番忙しい時間、ラッシュ時のところだと、小畑緑地行きっていうのがちょこちょこね、入ってきて、この5分間隔とかね、いう感じで結構ね、本数が増えてくるということになっているみたいです。はい、こちらね、3階のホームの部分にやってきました。これ目の前にね、走行路内立ち入り厳禁と書いてあったり、小畑緑地行き中志田見行きって書いてあるわけなんですけれども、なんかね、線路がないんですよね。これね、見ていただくと、なんかね、こう、タイヤというかの跡みたいなのがあって、こうね、ガイドレールみたいなのがついていて、あちらに制限15とかって書いてあるんですが、線路がないということなんですよね。ということは、じゃあね、あの、新都市交通、あの、札幌、例えばね、札幌の地下鉄のタイヤ型の列車が来るのかとか、あとなんかありますよね、新都市交通で、なんかその、レールがないやつなんかあったと思う。すいません。ちょっと記憶出てこないんですけれども、のようなね、ものが来るのかなということで、本当にね、どんな列車が来るのかって面白いですよね。で、面白いのが、これね、ホームがなんかこう、二つに分かれてるんですけれども、なんかね、結構ね、列車のね、長さっていうのが結構短いっていう感じがするんですよね。じゃあね、本当にね、どんな列車が来るのかっていうのをね、次にね、お見せしたいと思います。はいはい、来ちゃいましたよ。これですね。これがね、どうやらユトリートラインということらしいですね。これ見てくださいね、これどう見てもこれバスなんですよね。これだってナンバーがね、名古屋ナンバーがついてますし、日野ってね、いかにもバスのね、メーカーなので、
これね、いかにもバスなんですよね。これリフト車って書いてあって、でこれがね今構造重機ということなんですけれども、 G38 って書いてあって、まあこれはねあのガイドウェイバスということで G なんですけれども、これねどう見てもね全体見てもこれバスなんですよね。でね、自分でもねこれがね名古屋ガイドウェイバスなんて名乗っちゃっているので、これはねバスなんじゃないのかと思うんですが、ちょっとね違うところが実は2点ありますね。これは見ていただきたいんですけれども、ここ見えますかね、なんとね横にね普通とは違うタイヤがねついてるんですよね。うん、で前のところにも同じようにタイヤがねついているということなんですよね。これ見えますか、ちょっとね立つのが難しいんですけれども、ここにねこちらねタイヤがねついてるということなんですよね。つまりこのガイドウェイバスって言ってて、これなんですけれども、実はねこの上のねバス専用のルート線っていうのを、右と左側にあるあのガイドを使ってバスをね運転させると、これがねガイドウェイバスということなんですよね。ですのでこのバスなんですが、運転中にハンドルをね触るっていう必要が全くなくって、完全にねこうなんだろう運転に任せることができるということなんですよね。それがね今回ね違うということになっているわけですね。ここでね今回ね乗車します、ユトリートラインのね車両について簡単にご紹介をしたいと思います。こちらのユトリートラインの車両なんですが、ガイドウェイバスということで、やっぱりねバスが利用されているということで、通常通りのねバスの車両ということになっています。そしてこのねバスの正面の左のところにオレンジ色の JR のマークがありまして、これはですね構造寺駅の建物のね構内に入っていくために必要なものなんじゃないかなというふうに思われます。そして上のところにですねロケーションっていうのがついていまして、ユトリートラインのねガイドウェイの部分のあのロケーションですね、どこにいるよとかっていうのと、多分ね真ん中のこのアンテナっていうのが名古屋市営バスとして運転する時のアンテナがついているというふうにものだというふうに思われます。でこちらね足元のところに、前輪の前のところに大きめのタイヤが一つついているのと、そして後輪のところにもね一つね車輪がねついているということになっています。見えるかな、こんなところで動いているということになっています。前輪の車輪については、可動式なんですけれども、後輪は、固定式ということになっています。バスの車内は通常通りのねバスと同じということになっていて、全体的にそのクロスシートっていうのかな、固定クロスっていうべきなんでしょうかね、バスにねその定義がね通用するのかどうかは分かんないんですけれども、がついているということになっています。また、こちらのバスっていうのはリフトバスということになっています。あのなんかね高さ的な問題かな、何かがあって、あとその車輪とかなんかが格納されるっていう問題があるかな、ない、あるんだとかないんだとかということで、あのノンステップバスにねどうしてもできなかったっていう事情があって、後ろの扉のとこにねリフトがついていて、車椅子の方はそれを利用していただくというふうになっているそうです。で今ね信号があちらね青がついたんですけれども、こんな感じでこう列車みたいにね走っていくということなんですよ。で今ねバスがこれ動いてると思うんですけれども、こっちに来たバスが右左側をバスはねあのコロをね回しながら、こんな感じでコロをねくる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 回しながら走っているということで、あのねこの左側のガイドをね誘う頼りに列車がね、列車というかバスがね走っていくということなんですよね。このね高架の上をずっと小畑緑地まではガイドの上をね走っていくというのが、これねユトリートラインということになるわけです。そしてねこちらの大戸に到着したバスなんですけれども、最初はね運転手さんがハンドルを触らずにこう運転しているということなんですよね。でこの先ね一回出てくと、ここから運転手さんが運転をするんですよ。で運転手さんはね今ねこのようにあそこをね運転していて、こうくるっとね回してるのは、あれはね今ちょっとね見えないと思うんですけれども、運転手さんがね操作をして、このね留置線というか駐車場にね一回バスを持っていくという流れになっているわけですね。で続いてね今バスが出発をしたんですけれども、小回りをせずにもうね左側のガイドにね沿わせて今バスを動かしているということで、多分ねガイドにね沿わせるところからがなんかスタートみたいな風になってるんじゃないのかなっていう風に思います。今あわえてねこの左側のガイドウェイですよね、ガイドに合わせてバスを今運転していて、運転手さんはねもう手を触ってないということになっているので、もうすでにねガイドスタートということになっているんじゃないかなと思います。
前側にね、前の左にコロがね、あって、コロをね、くるくると回しながらバスはね、運転をしているということです。このガイドウェイバスなんですけれども、マスコンじゃないですね、アクセル操作とブレーキ操作、そしてこのバスは、ノーマルじゃないです、マニュアルかマニュアル式なので、クラッチの操作はすべてね、バスの運転手さんが行うということです。ただし、ハンドル操作っていうのは一切ね、運転手さんは行わないというね、ことになっていて、それがね、今回ね、違いということなんですね。ですので、このね、バスというか、列車というかっていうのは、その手をね、動かさないっていうことで、鉄道扱いになってるということなんですよね。ではこちらのですね、中志田みゆきのリフトバスですね、バスと言っていいのか何と言っていいのか、ゆとりとラインに乗ってこちらですね、龍泉寺口駅を目指していきたいと思います。こちらのバスですね、もちろん一両編成、かなりね利用者がいるということで、今日はね結構列がありました。バスに乗ると IC カードのタッチする部分と整理券があるということになっています。まあね、こちらねバスと同じですので、車内に関しては通常のデバスとほとんど変わりはないということになっています。ただ、近頃のね、よくある低床のバスとはちょっと違うというところに注意が必要です。さて、バスはね、大曽根駅ですね、出発をしました。今ね、運転手さんが前方のね、注意というふうにやっているんですが、見えますか？ハンドルがですね、今カーブなんですけれども、勝手にぐるぐると曲がっていくんですよね。運転手さんは今左手でね、クラッチの操作ですね、ペダルだけを持っているんですけれども、そちらだけでね、スピードを変えて、ハンドルは全く触っていないんです。今運転手さんがね、速度が上がったので、今ね、クラッチのね、ペダルを変えて、6とか5とかね、に変化させたんですけれども、全くね、今、ほら、これでね、手をね、離されましたということで、まあ、あのハンドル操作はね、一切不要ということになっています。で、左手側に緑色のランプが3つついているんですけれども、これがね、一応鉄道用の無線という形になっています。これがですね、なんていうかこう、鉄道でね、まあ、鉄道っていうのはその無線がないとダメなんですけれども、無線をつけて走行するということになっています。もちろん、これはね、道路の上のところを走っているということになりますので、渋滞知らずということで、こちらね、バスがね、こう行き来するということなんですけれども、やっぱりね、こう定時制に優れた乗り物なんじゃないのかなということになっています。今はこちら感染症対策ということで、右側にね、こう、カーテンのようなものがついているわけなんですけれども、目の前にあるこのね、バスの運賃箱っていうのは、もう明らかにね、普通のバスと同じということなんですよね。で、まもなくね、名古屋ドーム前矢田に到着ということで、バスがね、勝手にですね、運転手さんが速度を下げていくんですが、それに応じてね、このようにペダルをね、クラッチを変えて停車に備えるという形が取られています。さあ、こちらですね、名古屋ドーム前矢田に、ね、到着ということになりました。このバスですね、すごく高いところを走行します。今名古屋ドームですね、車窓右手側に見えるんですけれども、すごいね、高いところ見えますよね。まあ、このね、高さからね、まあ、見える名古屋ドームとかはね、見えるっていう乗り物はこれしかないということで、結構ね、面白いところを走っていくなというのを感じられます。さて、こんなね、ちょっとね、ゆとりとラインの運賃表のようなものを見ていきたいんですが、先ほどね、ご紹介したように、小畑緑地までっていうのが上をね、走るということで、鉄道的な扱いです。その先はですね、名古屋市営バスと同じ扱いをどうやらされるようで、これね、土日エコ切符とか、バスの1日乗車券がどうやら使えるということになっているみたいです。こちらね、見るとわかるんですが、小畑緑地までは高架という区分になっていて、名古屋ガイドウェイバスが運行したい。そして平面の部分は名古屋市交通局が運行したいということになっているようです。あと、高架部分は鉄道扱いなので、区分分け運賃、平面部分は市バスで均一運賃ということになっているようです。こちらですね、バスはこの砂田橋を過ぎますと矢田川というところを渡るんですが、下にですね、瀬戸線、名鉄瀬戸線を見つつ、奥にはね、名古屋ドームとか名古屋のね、風景をね、すごく楽しむことができます。これもね、高いところ、高架部分を走ってるユトリートラインの楽しみ方の一つなんじゃないかなと、僕は思います。そしてね、こちら今バスなんですが、まもなく白沢渓谷の方に差し掛かろうとしています。ここ面白いんですが、すごいね、ストレートがビュンと続くところになっています。そしてストレートの後に待ち受けるのが、今ね、バスがちょうどね、通過をしているところなんですけれども、すごいね、勾配です。高勾配のところを今バスは走っています。こちらですね、基本的に、バスはね、このバスと言いつつも、ここはね、鉄道事業という風な扱いをされているんですが、先ほどね、大曽根出発時のところにもあったんですが、信号が青の1
灯式であったりとか、あと制限速度とか制限解除とかは使われているんですが、それぞれね、勾配のパーミル表示とかっていうのは実は書いてなかったりとかっていうところが少し鉄道と違うところがあったりなかったりということになっています。こちらのね、白沢渓谷駅のところにも信号はついてないんで、一つ一つの駅というところでわざわざね、信号というのはどうやらないということみたいです。今ね、こちらね、小畑緑地の手前なんですが、制限がね、左だけじゃなくって下のところにも35って書いてあるのが、やっぱりね、バスのところも運転するっていうところでね、運転手さんに配慮されたような、ところになってるんじゃないのかなということになっています。さてね、こちらバスはいよいよ高架区間終了の小畑緑地駅のところに到着をしてきました。この先はですね、高架じゃないということになっているんですが、この先ね、じゃあバスがどうなっていくのかっていうところをね、ちょっとご紹介をしたいと思います。はい、まずね、こちら20キロ制限で小畑緑地の方を出発をしていきました。小畑緑地から先はガイドウェイバス高架ではないんですが、今はね、まだバスの運転手さんはこちらハンドルについて操作を一切していません。まもなくですね、じゃあ次がね、どうなるのかと言いますと、目の前にね、今ほら運転手さんが進行とやったんですが、目の前にゲートが見えてきました。さて、ここで何が行われているんでしょうか。そうです、この先が高架ガイドウェイ終了ということになっています。この先はですね、今右側のですね、ペダルを上に上げたんですが、あの上のペダルが平面、下のペダルが高架ということになっています。さて、このね、今ゲートが開いたところから運転手さんはこちら高架ではなくなりますので、操作を開始します。こちらですね、カーブですね、展開をするために今運転手さんがカーブをね、ぐるぐるともう普通にね、ハンドル操作をしているんですが、このように、運転手さんね、曲がっているということで、小畑緑地を過ぎると高架が終了して平面区間、つまりバスとしての運転が始まるということになっているわけです。ちなみにですね、先ほど運営主体がガイドウェイバスとガイドウェイ名古屋市営バスということになっているんですが、ガイドウェイの区間もこちら下の区間も運転手交代を行うということはなくって、もう通常ね、今信号をね、渡っていったわけなんですけれども、一人の運転手さんが両方の区間を操作して終点の中志田見の方まで向かうということになっています。まあ、ちなみにね、ちょっと今見づらいんですけれども、左側の無線のところは電気がもうすでに消灯しているということになっています。まもなくね、流泉寺口に到着です。バスはね、今流泉寺口という、小畑緑地のね、次のバス停までやってきました。今ね、車窓動画をお届けした通り、このね、ガイドウェイバスユドリートラインっていうのは、小畑緑地から先がですね、通常のバスと同じように今ハンドル回して運転していくということなんですね。で、先ほどね、ご紹介をしたんですけれども、小畑緑地までは名古屋ガイドウェイバスっていう、会社が運用してて、そのね、先構造寺までっていうのは名古屋市交通局っていうことがあったんですが、小畑緑地でね、特に運転の交代っていうのは行われなかったということなんですね。ですので、最初ね、小畑緑地までは番号が振ってあったっていうお話をしたと思うんですけれども、そのね、小畑緑地までっていうのが要はね、鉄道と同じ鉄道的ななんか運用されているってことで、路線のナンバリングがついてたということなんですね。で、もう一点、この先が土日エコ切符が使えるっていうのも、この先は完全なバスということで、これね、料金を見ていただきたいんですけれども、もうこっからね、構造寺まで210円なんですよね。この小畑緑地までっていうのは、ここ小畑緑地まで最高で乗ると250円なんですけれども、この先はね、ずーっと210円で一定というね、名古屋市営バスと同じ料金っていう扱いになっています。まあね、バスのね、ダイヤの方はこんな感じなんですけれども、まあまあまあ、何が面白いかって、結局そのバスのね、区間になったのでバス停なんですよね。じゃあね、今度はもうちょっとね、ガイドウェイバスと、その路線バスの違いというところについて、違いというか切り替えの部分をね、ちょっとね、見ていきたいかなと思います。流泉寺口っていう、こちら交差点になりまして、この道をね、左側に入ると、バス専用道に入っていくところということになっています。すごいね、人や自転車、車入るなとか、一般車禁止とかって言ってね、かなりね、禁止ということで、絶対入っちゃダメだよっていう風なね、強調がされていることになっています。で、こちらに書いてあるように、ガイドウェイバス本社へお越しのお客様はということで、あちらのね、左手のところに本社があって、まあそこでね、何かね、できるんじゃないのかなということになっています。まあなんかね、あそこにはね、事業用車のね、真っ白なね、バスが止まっていたりということがあるんですけれども、この先ね、入っていくと、あちらのところのゲートのところで、ガイドウェイバスとの切り替えを行うという感じになっているわけですね。続いてね、こちらの小畑緑地の近くのですね、ガイドウェイバスの本社の近くにやってきました。
今こちらではね、大曽根行きのバスっていうのが出区ですかね、出区って言っていいのかな、まあ、電車なので出区でいいですかね、をしていくわけなんですけれども、こちら今ね、あのバスっていうのはガイドウェイのね、車輪が今ね、しまわれているという状況になっているわけですね。で、ここからね、先ほどバスの中のね、写真というか動画をね、お届けしたんですけれども、あのゲートの前のところで認証を受けて、この先ですね、ガイドウェイバスに入っていくということになっているわけです。下を皆さん見てくださいね。お、見ましたか？ガイドがね、前の車輪と後ろの車輪でガイドがボコッと出てきて、今あちら青の信号が灯ってゲートが開いて、やっとね、この先ガイドウェイバスとして運転が可能という感じの流れになっているわけです。そして続いてね、この右手側には回送っていうバスがやってきたんですね。小畑緑地止まりのバスも結構あるので回送がね、来ることもあるんですが、これも今度はあちらのね、ゲートの前のところで車輪をしまって平面っていう風にレバーをね、ガチンとやると、いよいよね、平面区間走行可能ということで、こっからは運転手さんがタイヤをぐるぐると回される、ハンドルですね、を回して運転をするということになっているわけです。ほら、手前のバスはね、あんなようにこちらね、車輪はね、出ていないということになっているわけです。ですからこちら小畑緑地止まりのバスっていうのは、一応ね、あそこで平面とそれとも上のね、高架のね、認証を受けてから、止まってね、検査じゃないですね、止まって切り替えというのを行わなければならないということになっています。ただですね、どうやらね、あの回送のバスは続いて大曽根の方に行くわけではなくって、多分どこかにね、車両基地があるのかなっていうことで、そちらにね、向かっていくんじゃないのかなというふうに思われます。これがね、こちらのね、ガイドウェイバスの切り替えっていうのを、今度はね、地上の方から見た光景ということになっています。なんかね、今バスが入ってきましたね。森山巡回、新森山行きのこうバスがね、普通の名古屋市営のバスなんですけれども入ってきて、ここをね、なんか展開場みたいに使うのかなっていうことになってるみたいです。あのバスはね、通常の名古屋市営バスなので、あの先のね、あのゲートは絶対に開かないということになっているわけです。まあ、そんな感じでね、うまくね、使われてるみたいですね。こちらがね、小畑緑地駅の近くですね。こちらに小畑緑地駅があるんですけれども、この目の前にある道路の上をね、この先ガイドウェイバスっていうのは並走して大曽根の方に向かっていくという頃なんですが、結局ね、この目の前の道路がかなり混んでるということなんですよね。で、名古屋にはですね、実はあの機関バスっていうのがありまして、そちらだと機関バスレーンって言って優先レーンを作って、バスがね、あまり遅れないようにっていう風なあのシステムをね、整えてはいるんですけれども、まあ、ここのね、道っていうのがやっぱりね、今見えているようにかなりね、やっぱりあの時間によっては混むということと、あの機関バスレーンのようにもう一車線ね、追加するっていうのが多分土地から難しいということで、上にね、作ってしまおうということで多分考えたのが今回のね、ガイドウェイバスなんじゃないかなと思われます。ただし、その上だったら上だけでね、例えば新都市交通のようなものを作ればいいじゃんっていうことだと思うんですが、多分乗客の方が構造寺とかね、あの中志田見の方に行かれる方が結構多いんじゃないのかなということで、一番混む区間、大曽根から小畑緑地間だけはガイドウェイバスで上に持ってって鉄道のようなね、営業をしてしまおうということで、多分ね、考えついたのがこちらのユトリートラインなんじゃないかなというふうに思われます。ただやっぱりこの小畑緑地までっていうところが混んでいるので、その例えば構造寺から来たバスっていうのがこのね、ガイドウェイバスに入ってくるときに、ずいぶん遅れちゃったときに、そのダイヤがね、どういう風に修正されるのかっていうのはちょっとわからないところではあるんですけれども、まあね、渋滞をね、なるべくね、防いで、まあ、定時性をね、高めようっていうことで多分生まれたのがこのね、小畑緑地というかユトリートラインなんじゃないのかなという風に思われます。ではね、続いてこちらのユトリートラインのバス停、流泉寺口から小畑緑地の方に向かってみたいと思います。今度はね、平面要はの区間から高架に上がる時のね、作業がどんな風に行われているのかっていうのにね、注目をしながら、見ていただければと思います。こちらのバスでですね、今度は小畑緑地の方に向かっていきたいと思います。さて、今度はね、先ほどは高架から平面でしたが、平面から高架をお届けします。ユトリートラインが走行する場合は一応ね、バスレーンというのが用意をされていて、まあ渋滞にね、対してある程度ということがあるんですが、やっぱりね、さっき紹介したように高架っていうのがかなりのね、効果をね、
高架かなんか変な感じですけれども、あってということで、こちらの龍泉寺口、先ほどご紹介した交差点を左に曲がっていよいよ高架の方に入っていくというわけです。まだね、こちら敷地に入った段階では運転手さんがこのようにハンドルの操作をなさっているということです。さあ、このカーブを曲がっていくといよいよね、高架との切り替え口ということになっています。先ほどご紹介したように、運転手さんの上右側の上のレバーっていうのは上向きの平面を示しています。そしてこのね、運賃表の料金の上のところが今ね、ちょっと見えにくいんですが、赤で3つ無線がまだオフということになっているんですが、今ねこちら高架にすると無線の左のところがランプがついて、今ね足元のところでゴトッっていう音がしたんですけれども、無線完了、そして足元のランをガイドがついたところで、いよいよこれはね出発進行ということで、高架区間ということになっていって、運転手さんはね手を離すということになってくるわけです。そしてね、このね、カーブというか、勾配のところを登って、いよいよ高架に走っていくというね、これがね、先ほどは高架の方から平面を見たんですが、今回は平面から高架を見るということで、このようにね、まあ、ハンドルがね、もうすでにね、動いているということになっています。ここから大曽根まではですね、鉄道として高架区間を走っていくということになります。こちらの小畑緑地駅は大曽根駅とかね、金谷駅までとは違って、まあ、中階段ね、踊り場みたいなものはあるんですけれども、特にね、何の設備もなく上にね、上がっていくというような形になっています。大曽根駅っていうのが、先ほどね、乗り場がね、2つ用意されていて、前と後ろっていう風に分かれていたんですけれども、こちらのね、小畑緑地駅というのは、もうね、一つだけの乗り場ということになっていて、バスがね、両方並ぶことはできるんですけれども、乗り場は一つだけという風になっているわけです。名古屋のバスはですね、基本的に前乗り、後ろ降りで、運賃はね、先払いするっていうのが定番なんですけれども、こちらのユトリートラインっていうのは、区間によって運賃が変わるということで、もちろん小畑緑地から先は210円で均一なんですけれども、小畑緑地まではね、均一ではない運賃ということで、後ろ乗り前降りの機関バス方式を採用しているということになっているわけです。またね、定期乗車券っていうのが、やっぱり乗車券なんですよね、扱いっていうのが、このユトリートライン内っていうことで別にね、分かれているということになっています。ですから、このね、中志田みたいな、小畑緑地までは、駅と呼ばれていて、こんな感じでね、綺麗というか、地下鉄のようなね、駅名表が用意をされているわけなんですけれども、先ほどね、来ました、龍泉寺口とかっていうのはバス停ですから、停留所なんですよね。っていうね、違いがね、ちゃんと用意をして区別化されているということになっているわけです。今回はね、電車なの？それともバスなの？ということで、君の名はということでね、このガイドウェイバス、ユトリートラインを、特集をしてみました。いかがでしたでしょうか？いやね、これまでね、近くにあるっていうのは分かっていたんですけれども、これまで乗ったことはなくって、実際ね、乗っていろんなところを来てみて、初めてね、こんなに面白いものがね、近くにあったんだということで、すごいね、興味深い体験ができたかと思います。ではね、今回の動画はね、こちらの方で終了していきたいと思います。この動画が面白かった、役に立つという方は、ぜひね、チャンネル登録をしていただけるとありがたいなと思います。では、次の動画でもお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。